皆さんこんにちは、こんばんは、やすさんです。今回ご紹介する商品はこちらです。こちらでございます。ライカ 12mmF1.4 のレンズを再び購入しました。やったー。前回の動画でご案内させていただきましたように、私ですね、パナソニックのルミックス GH5 を新たにいただくことになりましてね。最近はずっと GH5 で撮影していました。 GH5 に関してはずっと標準レンズをつけてたんですけども、まあ、やっぱりね、 G8 につけてました。単焦点のねレンズがどうしても欲しくて、今回一緒のを購入させていただきました。やっぱどうしてもですね、標準レンズだとこう知らず知らずのうちにですね、こうなんか勝手にね、こうズームされてる位置にねなってたりするんですよ。そういうのがねずっと気になってましたし、またやっぱ絵もね、単焦点の方がね、こう自分好みの映像になりますので、まあ、どうしても交換したいと思っておりまして、今回ようやくまた購入させていただきました。それではですね、今からまた開封させていただいて取り付けてまいりたいと思います。さあこちらですね、まあ、やっぱりね、もう箱もかっこいいですね。じゃあこれで早速開けましょう。まあ、毎度のことながら片手で非常にやりにくい。よいしょ、よいしょっと。さあ来ました。またねお世話になります。よろしくお願いいたします。まあ、こちらのレンズですね、前にもね一回ご説明したことがありますので、はい、もうね今回説明しないですけどね、まあ、早速ね取り付けしたいと思います。こちらです。こちらが GH5 ですね。じゃあこちらに先ほどのねレンズつけてまいりたいと思います。でこれですね、これがさっきのライカの 12mm のレンズです。はい、すぐにねレンズ取り付けできました。はい、こういう感じです。で、あとレンズフードを、レンズフードがここのポケットに入っているので、これなんだ、これ何、ストラップか、違うな、なんだこれは、なんかわかんないな。レンズフィルターつけて、レンズフィルターは健康さんの分で、はい、よし、 OK で、もう一回いいな、 OK。はい、ということで取り付け完了しました。はい、というような感じですね。さあそれでは早速 GH5 にこちらのね 12mmF1.4 レンズつけてみました。やっぱいいですね。うん、それらしい写りになってます。さあまたねこれからの撮影が非常に楽しみでございます。はい、今回はですね GH5 にライカの 12mmF1.4 レンズを取り付けてみました。今回はこちらのご案内でございました。ありがとうございました。やすさんでした。また次回の動画でお会いしましょう。